はい、皆さんどうもお疲れ様です。ちょっとね、港湾町の方にね、調査にしてしに来ました。はい、くるくる鉢がああやってヒョ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 っていうのがね、ちょこんどこ抜けてますが、その下にめちゃくちゃ大きなクラゲ、越前クラゲとか、こうやってあの普通の水クラゲみたいなのがいっぱいいて、ちょっと気をつけながらね、やっていこうかなと思います。はい、たまにちょっとね、こう7、8センチがありそうな鉢もいるんですよね。ちょっとボイルはまだ見えないんで、先行者の人に聞いたら、ちょっとだけたまに散発的に出るかなって感じです。最初はちょっと逃れの方でやっていこうかと思います。よろしくお願いします。逃れ、ちょっと1個フックかけちゃってますけど、これでいきます。よろしくお願いします。ロッドはゼファーのザ・ストリームマスターの88です。おや、ボイルか、今違うか。そうだね、一匹でも小さいのでもいいから連れてくれると、なんかこう港湾鉢、また9度とは違ったね、港湾鉢対策なんか釣れたらいいかなと思います。食ってんな、くっそー、ちっちゃいよ。よっしゃ、食った痛そう、キャロット小さいけど食いました。OK、 OK、 よいしょ、うわ、よいしょ、入った OK、 ナイスゲット。なかなかいいサイズですね、地味に。ちょっとキャロット炸裂です。読みが当たりました。外していきたいと思います。一旦失礼しますけど、このまま割れに行きます。なんだっけ、こちらのドレスのフックリリーサーを使っていきたいと思います。こちらですね。はい、外していきます。結構暴れるんですけど、完全に外せますよ。え、キャロットですね。もっとそうですね、もっと出てんの、もっと小さいのかと思ったら60はなさそうですけど、50ちょいはありそうな。え、すいません、外していきます。外しました、うまいこと測ります。はい、キャロットでね、連れてくれました。だいぶ復活したかな。ちょうど口開いてるけど酸素入ったか。入ってた、 OK、 OK、 サンキュー、ありがとうございます。引き続き頑張ります。あれから1回のちっちゃいの、ちっちゃいの釣れただけですね。2回だけですね。あの後1回だけです。食わなくなりましたね。食わないですね。1回だけマニックでやったぐらい。小さいマニックですか。9号です。あ、9号で。手前ですか。手前。いや、奥です。奥。
いや、あん今のちょっと大きかったっぽいっすね。大きかったっぽいっすね、今の。すごいですね。マニック、チビマニックっすね。あー、6号の方ですか。そうっすね。うわー、惜しかったな。フック悪くないですけどね、そんなに。あ、どうぞ入ってください。 そっちから投げたらめっちゃ熱いと思います。結構定期的に出てますよ、ポシュって。いいサイズ。うわ、めっちゃ走る。やば、めっちゃ走るよ。OK、結構いいサイズかもしれないです。ナイスです。え？バレました？バレてないですよね。引き上げてみたかったから。すいません。ありがとう。ありがとうございます。フィールですか？あ、いいです。ごめんなさい。ありがとうございました。これなんですか、ルア？バニックの9号です。かわいいな。かかる必要だな。はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございます。今回はね、4月の末の兆候だったんですけども、ですね、バチ抜け、高安部らしい釣りができないかなと思って、ちょっとね、高安部の方に足を運んでみました。で、流れがですね、運河だったんですけども、右から左へこう結構強めの流れが効いてる状態でして、僕は若干こう、角って言って言うんですかね、ちょっと若干こう角地にいて、流れがこう来て、ここで直感こう曲がるんですよね。で、この曲がる位置の僕よりちょっと壁のこっち側、左側ですね、流れがこうちょっと曲がるところの、この内側にこう曲がる反転流、見やすい反転流じゃないけど、ちょっとこう流れの変化がね、ここで起きるあろうところで、ボイルが結構出てたんですよね。まあ、ちょっと起きでもあったんですけど、あんまり自分のいる位置よりちょっと右側はね、そんなに多くなかったんですけど、まあ、たまに出てましたけど、やっぱ一番多いのは明らかに、これが壁になっていて、こう流れが来て、ちょっとこう曲がるかなっていうところのエリアで、ボイルが出てたんで、いろいろ試していったんですけども、なかなかね、食わせられなくてですね、この日はですね、キュウエドガみたいにこう大きい、こんなような、なんかこう12センチとか13センチあるようなバチではなくて、いわゆるコワンブでよく見るクルクルバチっていうね、ちょっとこう、ファットな感じの、
可愛らしい 2,3 センチぐらいのこう回転しながらくる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 しながらあちこち行きながらこう流されてくるようなバチと、あと、こっちのこの子が 7,8 割占めていて、で引き波系のバチって言われるやつですね、だいたい長さで言うと8センチ9センチぐらいの、水面をこうちょっと頭のポコッと膨らんだような感じで見えたバチ、引き波系のバチがいてくれたんですね。ちょっとあとはまあハクがたまにいました。でこの子に標準を合わせる釣りってちょっと非常に難しいと思うので、このね残りの 2,3 割いるであろうこの子の引き波系のバチに標準を合わせるために、まあキャロットですね、キャロットとあとはマニックの一番小さいやつ、これでねバイトを取ることができて、釣ることができました。結局5、6回ヒットして取れたのはね確か2匹3匹だったかなと思うんですけど、映像では2匹しかちょっと映ってないんですけど、2匹、55センチと60センチのねシーバスが釣れてくれて、60センチのシーバスはとても引きました。はい、とってもエキサイティングな釣りができましたね。はい、で一緒にね同行してもらった、S さんもね最後に連れてくれてよかったです。まあ、S さんはねマニック9号かな、ちょっと大きい、ちょっとこれに近いのかなっていう感じでした。僕はもうちょっと小さいマニックの7号で釣ったんですけども、はい、やっぱりさすがに飛んでちょっと沖の方のバイトもね取ることができて非常に楽しい釣りでした。で食わせ方なんですけど、ちょっとクロス気味に投げてこっちの流れに乗せつつこっちへこうドリフトさせながら流してきて、結局結構食ったのはですね、こうルアーがこう飛んこうマニック飛んでいってこう流れてきて、こっからの流れをこの頭の部分にルアーの頭の部分に水が強く当たり出してくるぐらいからこう引き波が出るわけですよね。ルアーがこう少し圧力で浮いてくるわけなんで、浮いてきて引き波が出始めてきたこの辺でちょうどルアーの浮きがこう飛んでいって、だんだんこうやって角度が変わってきて、この辺りぐらいで引き波が出てくるんですよ。だんだんその辺でバイトは集中しました。はい、でもこっから持ってってこれ食わせるって時と、あとちょっと斜めに端から入れちゃってヒットゾーンは狭いけどピンポイントで出てるところにうすっと入れて、ここでもうドリフトを小さく作って早めに引き波を作ってここでピンポイントで食わせるとか、そういう感じもねできて、非常に楽しくてダウンがね効いた感じでした。だから本当にこっちのね引き波系のバチに標準を合わせて、正解だったんだと思いました。こんな小さいルアーはね、まあ、ちょっとこういう水面泳ぐようなルアーは持ってなかったしあんまり知らないんで、ちょっとねこっちにアジャストすることはできなかったんですけど、この子はいてくれてよかったです。で後日1日か2日後にまた行ったんですけど、今度この子とねこの子しかいなかったんですよ。そうするとねもうキャロットとかでもマニック6号でもあ7号かでもねバイトが取れなくて、結局ね竿のティップを折ってしまうっていうね悲しい結末で、折るっていうかトップガイドのリングがちょっと割れてしまって、ちょっと残念な結果に終わってしまったんですけどね、2日目は。はい、でも1日目は結構ね、コマンブらしい釣りができて非常にまた勉強になったし楽しかったです。はい、一緒にね行ってくださった S さんもありがとうございました。では失礼いたします。失礼します。あ、そうだ、あとねこの子はね結構遊泳力が強いんで、ちょっとコマンブの弱い流れだったら流れにねこう逆らって、こう流れをこう上るような感じで動いたりもするんで、逆にダウンでねこう流れにこう逆らってくるような引っ張ってくる釣りでも食うことができたんだなと、食ってきてくれたんだなと思いました。なんで、なまじねバチ抜けっていうとアップばっかり投げがちなんですけど、全然ねダウン、まあ、アップからのダウンにドリフト足して食わせる釣りも全然有効的だなと思いました。はい、では失礼します。